おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はツバメ水仙の球根が手に入りましたので、プランターに定植していきたいと思います。ツバメ水仙は別名スプレケリアと言います。ヒガンバナ科の耐寒性のやや弱い球根植物になります。原産地はメキシコになります。水仙という名前がついていますけども、アマリリスに近い球根で、花の形がツバメが飛んでいるような姿をしていることから、ツバメ水仙という名前がついたようです。一つの茎に一つしか花が咲かないので、アマリリスよりも花数が少ないようです。真っ赤な花の形は面白く印象に残るお花になります。今回も実際にプランターに定植しながら、7つのコツについてお話しさせていただきます。まず1つ目のコツ、植え方です。球根の首が少し出るぐらいの浅植えに定植してください。花壇でも球根が倒れる程度の浅植えにしてください。4月が植え付け適期になります。今回は球根が手に入りましたので、現在12月なんですけども、定植してお部屋の中で育てたいと思います。2つ目のコツ、用土です。多湿を嫌いますので、排水性の良い用土に植えるようにしてください。3つ目のコツ、置き場所です。日当たりと水はけのいいところ、夏は半日陰に移動するようにしてください。4つ目のコツ、植え替えです。花壇の場合、4、5年植えっぱなしでも大丈夫です。分球を兼ねて植え替えるようにしてください。ツバメ水仙は耐寒性が弱いため、温暖地以外では毎年掘り上げて風通しのいいところで保管するようにしてください。鉢やプランターでは2年に1回ぐらい植え替えるようにしてください。5つ目のコツ、水やりです。過湿を避け、土の表面が乾いたらお水をあげるようにしてください。6つ目のコツ、冬の管理です。耐寒性が弱いので、関東以西の温暖地ではマルチングなどで霜よけをしてください。温暖地以外では寒くなる前に掘り上げて春まで保管する方がよろしいようです。鉢植えの場合は鉢の当たらない場所に移動するようにしてください。7つ目のコツ、肥料です。肥料を与えないと翌年花を咲かせない場合があります。植え替え時に緩効性肥料を与え、5月から10月に1週間に1回液肥を与えるようにしてください。それでは定植していきます。それではツバメ水仙を取り出していきたいと思います。はい、このような普通の水仙の球根のようですね。根は動いてないようですね。これを少し頭が隠れるぐらい、このぐらいかな。深さは球根の底から10センチぐらいで植え付けていきたいと思います。それでは今回用意するものについてお話しさせていただきます。まず鉢ですね。このような大きな鉢を用意しました。幅が30センチ、深さが30センチです。草丈が30センチから40センチ伸びますので、少し安定のある大きな鉢がよろしいかと思います。培養土は水はけのいい元肥入りの培養土を使っていきます。市販の培養土を使っていきます。そして名札です。これを刺すことによって何が植わっているのか分かるようになります。それでは定植していきたいと思います。深さが10センチぐらいになるように植えていきます。芽が出るか出ないかぐらいの花茎がおそらくこのぐらい、芽はこのぐらいだと思いますので、ここまで植えていきます。これは取った方がいいのか、ちょっと取ってしまいます。はい、入れていきます。はい、アマリリスの仲間になりますので、強い霜とか凍結は避けるようにしてください。芽が出て夏にお花が咲きますけれども、お部屋の中で育てるようにしたいと思います。これで芽が出るまでこのままの状態で灌水をしていきます。そして
札を挿していきます。換水は後ほどしていきたいと思います。以上で燕水仙の鉢絵の定植が完成いたしました。今回も7つのコツについてお話しさせていただきました。1つ目のコツ、植え方です。球根の首が少し出るくらいの浅植えにしてください。花壇でも球根が隠れる程度に定植してください。4月が植え付け適期になります。2つ目のコツ、用土です。多湿を嫌いますので排水性のいい用土で植え付けてください。市販の培養土で十分だと思います。3つ目のコツ、置き場所です。日当たりと水あけのいい場所に置いてください。夏は半日陰に移動すると葉焼けがしないと思います。4つ目のコツ、植え替えです。花壇の場合 4,5 年放任栽培で大丈夫です。分球を兼ねて植え替えるようにしてください。耐寒性が弱いため温暖地以外では毎年掘り上げるようにしてください。鉢やプランターでは2年に1回ぐらい植え替えをするとよろしいようです。5つ目のコツ、水やりです。加湿を避け土の表面が乾いたらお水をあげてください。6つ目のコツ、冬の管理です。耐寒性が弱いので関東以西の温暖地ではマルチングなどを霜よけをしてください。温暖地以外では寒くなる前に掘り上げて春まで風通しのいいところで保管してください。鉢植えの場合は霜の当たらない場所に移動してくだされば大丈夫です。7つ目のコツ、肥料です。燕水仙は肥料を与えないと翌年花を咲かせない場合があります。植え付け時に緩効性肥料をあげ5月から10月に1週間に1回ぐらい液肥を与えるようにしてください。燕水仙はその花の形から名前がつきました。真っ赤なお花は大変印象に残ります。この動画をご覧の皆さん、もし燕水仙の球根が手に入るようでしたらプランター栽培に挑戦してみたらいかがでしょうか。今回は燕水仙スプレケリア鉢栽培についてお話しさせていただきました。チャンネル登録そして高評価をしていただけますと励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。